前田殿も。岩本でございます。今回の動画ですね、6月30日エスコンフィールド北海道で行われました日本ハム対ソフトバンク3連戦の3戦目の模様を皆さんにお伝えしたいと思います。結果、10対3コテンパンにやっつけられたっていうような印象かな。中盤まではものすごいいい試合やったんやけどね。まあでもその中盤を過ぎて終盤になってからもうホークスの、強さが際立つそういうゲーム展開になってしまいました。ファイターズラインナップいきます。1番万波、2番浅間、3番郡司、4番マルチネス、5番水谷、6番伏見、7番リエス、8番上川畑、そして9番に奈良と、そういうラインナップになっております。3連戦3連敗、ファイターズにとっては5連敗というね、スイープかまされたっていう感じの試合なんですけども、でもね、その中でもね、ファイターズ9安打打ってます。9安打打って最後オスナが調整登板的にしばらく1週間ほど登板がなかったということで、マウンドに上がったんだけども、投げる方も難しいんですよ。調整登板と言われながら10対0という大差があり、でそこからマウンドに上がり調子のいい投球をしなければいけない、結構タフなんですよ。っていうのは大味な試合になってるんで、自分だけ繊細に投げるっていうのが難しいんですよ。でそれが慎重さが欠けてしまうと言ってもいいぐらいちょっと大雑把な投球になった。でもそういう隙を逃さず打ち返したいですよね。その打つ方のトピックスで言うと、そのオスナから3点取れた、その中でもレイエスの一発待ってたね。レイエスがやっぱあえて豪快に打ち返すことができるっていうのは彼の持ち味なんですよ。オスナ好投手ですよ。はい、もう絶対的クローザーなんですけども、そのピッチャーの自慢の直球系、ツーシームなのかな、四つ掛けなのかな、ちょっと確認しないけど、直球系を勝ち上げてエスコンフィールドの2階席に突き刺さるようなホームラン、ああいうホームランはレイエスにしか打てないんですよ。ファイターズで言うと、それはマルチネスとか万波とかパワーあって弾丸ライナーのホームラン打つけど、弾丸ライナーの速度であの角度で勝ち上げるホームランを打てるっていうのはレイエスなんですよね。そういう打撃が欲しくて獲得し、助っ人外国人として獲得し、ずっとこういうホームランを待ってました。なのでレイエスも、あ、俺の役割はなんて気づき直してくれて、次回からのバッターボックスの姿大きく変わる可能性がありますね。願っておりますよ。で上川畑も3だ、いいね。まあヒットで言うとマンチュー1本、浅間1本、郡司が2安打、マルチネス1本で、レイエスがそのホームラン1本か、上川畑が3安打猛打賞となっております。打線もそんな調子が悪いようには見えないんですよ。要所で次の1本が出ない、これ4月5月は要所で次の1本が出たので、ランナーもその前の塁に進む、もしくはホームベースをかっさらうシーンが多かった。でも今それが、まあ6月やね、今日6月30日やから6月終わりか、6月はそれがなかなか、できなかった、もぎ取ることができなかった。僕はね、ただただ歯車が合ってないぐらいの感覚なんですよね。誰がどう悪いというよりも、ちょっと相手チームが対策をし、ここ1番でギアチェンジしてくる、その術中にはまっていたファイターズ、それぐらいの印象かな。何がどう悪いからとか打つ方ではそんなに感じてないですね。まあでも額面の高いその選手たちがその通りの調子がそこにないのは否めない部分ですけどね。もう5割です。貯金使い果たしました。貯金使い果たしたらまた貯金すればいいじゃないですか。月曜日カード変わって、今度はロッテ戦か、また新しい野球期待してます。はい、さあ投げる方です。加藤貴之とモイネロのマッチアップ。はい、モイネロもあんまり調子良くなかったんだけど、6回100球無失点で勝利投手と、で加藤貴5回と3分の2 98球8安打7奪三振、今日三振多かった。フォアボールが2個、珍しいこのフォアボール。でもね、今日の加藤貴之のピッチング見てて、まあヒットこそ打たれましたよ。で三振が多かった、立ち上がりから。らしくないといえばらしくないけど、こういうピッチングもできるというのはなんか僕もずっと追いかけてて知っていました。今日はもう自分の体調的にも、あのホークスの打線見ても三振を重ねる、三振逆算の三振を取るべくピッチングでアウトを重ねながら試合を作るというような計算があったかもよね。その中でね、フォアボール2個なんだけど、加藤にしたらめちゃくちゃ多いでしょ？ 2 個でめちゃくちゃ多いという表現だわ。でもね、ついこの間、まあ、マダックスで勝利、全然いいでしょ。その後、らしくないなっていうのは、フォアボールを嫌がりすぎて、ボールが真ん中に寄ってくる。僕よく使うフレーズですけど、確かにそういう節が見えた時に、連打で失点、1点じゃなくて2点、3点取られることがあった。でも、それは避けようという意識があったので、加藤もここに来て新しい自分のピッチングスタイル、新しい表現方法っていうのを模索して実行に移したのかなと思ったね。
まあ本人はね、あの自責2点で、それで負け投手っていうのもなかなか6回途中までで、ね、タフな結果だけども、いつか歯車があって勝ち星がコロン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 ってやってくるようになると思うんで、今日のピッチング僕そんなに悪いと思ってないんですよ。逆にホークスの打線が絞りにくくなるんじゃないかなと、そういうことも考えましたけどね。宮西、高が3球ですけど、サレド3球、あの三振はかっこよかったよ。もうそこでググッとね、左ピッチャーから左ピッチャーのリリーフって結構難しいと思うんですよ。それでも圧倒的なアドレナリンでそれを抑え切った、グッジョブ。同点もしくは逆転の可能性をぐーっと高くした、そういう投球に見えましたね。川野流星1イニング11球ピシャリ、これはもう左左左続いて、これまたまた難しいマウンドなんだけども、結果出すことできましたね。川野打たれることもあるんだけども、こうやってやっぱり持ち味が前面に出る時もありますよ。ナイスピッチング。さあ杉浦、ここまでシーズン入って彼の起用方法もどん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 クロスゲームになってきました。ほんで結果も点取られてなかったから、結果も良かった。もう持ち味炸裂の投球、もう手足の長さを存分に生かした、しなりのいいストレート、スピン量が誰よりも多く、押しの強いスピン量の多いストレート、これ杉浦ですよ。それでアウト取ってきてたんだけども、今日はそのコントロールもね、あんまりこう操れてなかった。見た時に、まあ、結果フォアボール2つと2安打でランナー貯めて後続、まだまだ山本匠が出ていったところでそのランナーも帰ってきたりとか、杉浦結局今日アウト1個も取ってないのね。でその後生ためも1イニング投げて、4安打食らって三振は1個だけども3失点と、この3人、杉浦、山本、生ため、まあ、山本は1回2軍に落ちたりしたけども、杉浦と生ために関してはちょっと疲れ出てる、フル回転で徐々にいいマウンドをもらっている中で、そのプレッシャーで体の疲れというより心がどんどん疲れていってているような、そのつけたまっているものがピッチングで負のスパイラルとなり、ランナーを許しでランナーを返すというような結果につながってるんじゃないかなと思った。でもこんなにコテンパンにやられる、まあ、杉浦山本も今日ちょっと打たれたし3安打やからね。杉浦山本生ために関してはもうチームの中でね、必要としてどんどんマウンドに上がり、一つボタンの掛け違いがあった時に、もしくはほころびが見えた時に一気に食われたっていうのは、そこでグッとブレーキをかけてもう一度我に変えるメンタルのコントロールが欠けたのかなと。疲れたら疲れ切って、ああ今日はもうあかんのかと思ったような、実はこういう開き直りも必要な時あるんだけど、ああ今日はあかんのか、ほんだらこうしたれって次がある開き直りね。これは好結果に転ずることがあるんだけども、もう今日あかんのかいだけで終わってたら、こういう結果もついてくるんじゃないかと思う。まあ本当にね、月曜日、今日日曜日で、明日月曜日試合ありません。で移動日なしで火曜日からマリーンズとエスコンで戦います。思い切ってゆっくり休んだらどうかな。ああ昼間軽くジョギングするぐらいで、まあ別にボールなんて触らんでいいと思うわ。で練習がもし休みやったら、プラーっと散歩出かけるとか、体ちょこっと動かす、ほんでちょっとこう目の体操でパチンコなんかでも行っていいんちゃうかな。ああなんかそういうリフレッシュで、新たな環境で球場に立てるんじゃないかと思うけどね。伏見トライもすごく今日加藤をリードする姿も、彼自身の体調がいいんですごくテンポも良かった。モイネルとの投げ合いでロースコアで、これ同点逆転も十分考えられた中盤までね。でもただただホークスが波に乗りすぎているチームだったと置き換えれば、そんなに、大きく凹むことじゃないかなと僕は思うんだけどね。ほんでね、それぞれの選手のリフレッシュという話したけども、ピッチャーでね、今度野手なんだけど、マンチューがちょっと調子出てないように見える、マルチネスはまあこんなもんかな、水谷がちょっと攻略に入られている、まあそんなもんか。あ、ほんで今日試合に出ていないタミヤ、結構タフな攻め食らっている。4月5月打線でチームをめちゃくちゃ引っ張ったその選手たちも、まあちょっと第1回目の疲れがやってきてるような、まず全部そういう疲れのせいにしてもいいかなと思う。だから休みをうまく利用して、カードが変わった時には、よーしカード変わったよっていうような都合よく置き換えてね、技術的にも精神的にも、そうやって次のカードのチームと対峙してもらったらどうかと思いますな。山あり谷ありある中で、今谷のねすごい深いところにいるかもしれませんけども、あとはもう上がっていくだけやから、貯金はまた作ればいいですよ。次のカード期待しております。毎度お